はい、今回はですね、アリエキスプレスですね、アリエキスプレスの、フラッシュ取引、タイムセールですね、常にこのフラッシュ取引というのは行われているんですが、その中にある商品ですね、これがどん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 変わっていくという、フラッシュ取引、こうフラッシュディールズというのにありますけど、これが残りあと2日と書いてますけど、1日と何時間だと思うんですが、レテケスの V の115ですね。FM 中波、それから短波と、さらに録音機能があるというラジオですね。これが、これ送料込みですね。送料無料。無料配送で、1667円というので安く出てますね。アリエキスプレススタンダードシッピングというので送料無料2本まで、1667円というので出てます。リンク貼っておきますので、この残りあと2日とありますけど、実際には1日と何時間じゃないかなと思うんで、また見ていただければと思うんですが、期間限定ということですね。このレテケス V の115というのは、他にもね、ティブディオブランドで出てたりとか、その前はオーディオマックスかな、いろんなブランドで出てます。で、この V の115という型式も、それに応じて変わったりするんですが、注文数はここに出てる通り2092注文ということで、アリエキスプレス普段ご覧いただいてる方はお分かりだと思いますけど、かなり多いですね。評価が4.9ということで、これはこの黒いモデルで録音機能があるんですが、これもちょっとリンク貼っときますけど、私ですね、これの、全く同じモデルじゃないんですけど、兄弟機ですね。SRW の810、画面真ん中の下の方にオレンジ色の型式がありますけど、ブランドが左上でオーディオマックスですね。これを持ってます。で、そのレビューも載せときますけど、特徴としては、録音機能ですね。レックボタンが画面の真ん中に見えると思いますけど、録音機能があって、あと、そのスピーカーですね。これは、そんな大きなラジオではないんですが、となるとスピーカーも、そんな大きくないんですけど、このスピーカーがですね、非常に優れてて、音が非常にいいんですよ。なので、こういう大きさのラジオ、別にポケットラジオとかでもいいんですけど、あんまり薄いラジオはちょっとダメかもしれないですけど、それなりのポケットラジオはこのスピーカーを、全ての機種に採用したらいいんじゃないかなと、思うぐらい、音はいいんですね。エルパとかオーディオコムとか、このね、横長系の短波ラジオというのはありますけど、どうしてもね、スピーカーが小さい分音が良くないんですけど、これはちょっと画面にもちょっと見えてると思いますけど、うっすらと。スピーカー小さいですよね、これ。でもね、これ音が非常にいいんですよ。この前面にこう、ドンと出てくるような感じで、それはちょっとレビューの方でも話してるとは思うんですけど、それの兄弟機ということで、レテケスブランドの、V の115ですね。で、色がブラックということで、黒の方がかっこいいかなとは思うんですけどね。私のはちょっと灰色なんで、これが1667です。大きさはこういう感じですね。手の大きさと比べていただくと、いわゆるね、そのオーディオコムとか、エルパとか、あれの、横長タイプのラジオと、大体同じぐらいです。厚みはちょっと薄いんですけどね。で、バッテリーはBL5C を使います。薄型の電池。ここで出るかな？これですね、ここ。BL5C。もともとノキアの携帯電話に使われてたのが、いろんな機種で使われるようになったというので、この薄型のバッテリーですね。
ラディウォーもこれかな、この BL5C を使うというので、あと裏蓋とでここにね、あのなんか鍵みたいなストラップの先についてるんですけど、あのこれをね本体の後ろに刺すんですよ、バッテリーの上のところに。でそうするとまあスタンドになるという感じですね。はい、まあ、ブラケットという表現の仕方がされてますけど、大きさはここに書いてます。8センチ、厚みが2センチ、横幅が12センチですから、まあ、そんなに大きくないラジオです、はい、で側面はイヤホンジャックとにラインインジャックもあるんですね、それからね、ここちょっと上分かりにくいですけど、内蔵のマイクもあるんです。でマイクロ SD カードスラット、まあ、TF カードとも言いますけど、まあ、ここに録音ができます。でマイクロ USB チャージングジャックということで、ミニじゃなくてマイクロ USB かな、ここで充電するということで、まあ、つまりラジオ FM AM 短波が聞けて、外部入力もできて、内蔵マイクもできて、それらが録音できますから、まあ本当にあの昔でいうとこのラジカセですね。まあ当然これカセットは搭載されてないので、このマイクロ SD カードに MP3 であの記録されるんですけど、まあラジオが聞けて録音できて、外部入力もできて録音できて、内蔵マイクもついてて録音できるということなので、もう本当に昔の言うとこのラジカセの機能が、ここに全部入ったと。でまあカセットではなくそれが MP3 になったよということで、機能的にはこれで内包されてますね。まあそれでいて価格が2000円しないということで、まあ非常に人気のモデルではあるんですけど、まあ音もいいんでね。はい、まあこれが全セットかな。レテケスブランド、まあこうレテケスというブランドはあの他にもラジオとかいろいろ出してますけど、USB ケーブル付属、本体にあと説明書と、説明書もこれ日本語ないですね。英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語かな。あと電池と BL5C という内容になってますね。はい、であのスペックがちょっと下の方に書いてあるんですけども、ちょっとまずね、はじめちょっと注意点がありまして、この FM なんですね、ここ87から108なんですよ。ここがね、まあ北米仕様というか日本で使うにはちょっとしんどいかなというところなんですね。まあこれなんでロシアとかあの日本とかあっち向けにあの同じモデルでしないのかなというのが気になるんですけど、あのさっきちょっと紹介したこれですね、SRW810 はあのこれ日本の FM の周波数もこれはいけるんですよ、けれどもこのレテケスの今回のモデルはあの FM が海外仕様なんで、まあ、補完放送は聞けますけど、まあ、87より下のところはちょっとダメだという感じで、まあ、FM あんまり聞かない人はまあ、問題ないんでしょうけど、まあ、FM 重視の人はちょっと、うん、考えてしまうかなというところですね。はい、で、短波が 4.75MHz から 21.85 というので、まあ、若干狭いかなという感じはありますけども、でこれラングレージってあるんですけど、これ何のラングレージかというと説明書ではなくてですね、これあの液晶画面がついてるんですよ、ここに。で、設定がいろいろできるんです。あの、液晶の、これバックライトついてるんですけど、液晶。なんかまあ夜でも操作ができるんですけど、まあこれを常につけっぱなしにするか、何秒持たせるとかですね。そういう細かい設定が、あの、このメニューボタンっていうのがあって、そこからできるんですけど、あの、そこでの言語ですね。これが中国語、英語、スペイン語の3つしかないので、まあ普通は英語でやるかなという感じですね。で、オーディオフォーマットがまあ MP3 とあと Windows メディアオーディオに対応してるみたいですけど、まあ録音機能は MP3 だったはずです。はい。あとまあラジオステーションプリセットが100ということで、
このラジオですね、まあ、当然その録音した内容をさこの機械で再生することもできるんですが、まあ、よくあるこれ系のラジオ、まあ、MP3 の録音じゃなくて再生できるやつはですね、なんかこう天気らしきものがついてるんだけど、その天気は結局 MP3 再生するときにしか使えないと。要はラジオを聞くときにあの周波数直接打ち込めないんですけど、これ多分できるはずですよ。というのもこれ SW810 ですね、 SRW810、 これも天気がついてるんです。で天気で周波数入力ができるんですよ、この810は。なのでこれもできるはずですよ。はい、ということでまた戻ると、あとまあヘッドホン端子もあるかな、インプットか、インプットだから 3.5 ミリですね。はい、これはあイヤホンジャックもありますね。だヘッドホンで、聞くことも可能ということで、他はまあそれぐらいかな。あ、AM ですね。AM の方。こっちはですね、あの 9kHz ステップと 10kHz ステップが切り替え可能という書き方になってますね、これ。うん、なんでこっちができて、この FM ができないのかなというのが非常に謎なんですけど、まあ、アリエキスプレスで、あのこの機種に限らず、ラジオいろいろ売られてるんですけど、まあ、FM がね、やっぱりちょっと周波数が北米仕様で狭いというところで、まあ、引っかか、まあ、購入にちょっとこうためらいを感じてしまうというモデルが結構多いんでね、まあ、うん、これ切り替えること自体はそんなに難しいのかなという気もしないことではないんですけど、まあそんな難しくないだろうと思うんですけどね。まあ切り替えられたらね、別にまあ別全世界どこでも行けるということになるんで、なんでそういうことをしないのかなというのが気になりますけど、あとバッテリー付属ですね。であとまあこの SD カード、まあ中国では TF カードとよく言いますけど、マックスが 32GB で、まあこれ含まれてませんから、あの用意する必要があります。はい、まあ、32入れてもこれ相当長いこと録音できるはずですからね。あとここですね、先ほど申し上げたようにレコーディングモードがマイクの録音、マイクがついてるんですよ。あのラジカセにも、マイクついてたと思うんですけど、昔のね。だから別にあの別途マイク刺さなくてもそのラジカセに向かって喋れば録音できたというのがあるんですけど、これもついてます、マイクレコーディング。でそれから LINE インですから、まあスマホかなんかで 3.5 ミリのステレオピンで入れた内容も録音できると。でそれからまあ最後ラジオ、まあ、当然ラジオを鳴らしている状態で録音ボタンを押せば、まあ、それも取れるということですね。まあ、MP3 プレイヤーモードはまあこれ全曲1曲とかそういうのもできますね。まあ、スリープタイマー90分、DC5V マイクロ USB ということで、豪華ですしね。まあここもだから FM 見るとこの87からなんで、AM はねあの切り替えられるみたいですけど、はい、なんかまあ AM を聞く分には問題ないのかなと思います。まああとは映画ずらずらっとありますね。このここですね、このパワーボタンがここの右上にあるんですけど、その上にここマイクのマークがありますね。ここにちっちゃい穴が開いてるんで、ここからあの録音ができるというので、もう本当にそのラジカセの機能がここに1台にボンと入ったという感じですね。まあ、あとはこの、MP3 で録音されてますから、この TF カードを抜いて、まあ、もちろんこの機種でも再生できますし、まあ、それ抜いて、パソコンに挿して、まあ、パソコン 内部に、まあコピーしてやって聞くとか、まあ、そういうこともできます。はい、ここにレックボタンがあるんですよね。これですね、REC というので、
まあ、あのやっぱりあれでしょうね、その録音機能があるというのが、このサイズで録音機能があって、まあ、この2000以下だというところが、あのアリエキスプレス見てもなかなかねないんですよ。この録音機能がついてる、単波付きのラジオというのがなかなかないので、まあ、そこが受けてるんかなと思いますけど、これは BL5C ですね。はい。あとロットルアンテナというので、あの外部のアンテナ端子はありませんので、まあ、このロッドアンテナにこうクリップかなんかでくっつけるというようなことになるんでしょうね。いや、あとこれですね、はい、このなんていうんですかね、この爪というかピックを、この後ろに刺してやると、まあ、よくこの形式のラジオだとその爪というかスタンドがもう最初からくっついてて爪でカチャッと起こして立てるタイプですけど、まあこれはそういうタイプではないですね。こうストラップの先のやつを刺してくださいというので、大きさはこんな感じですね。はい。で、このスピーカーがね、いいんです、音がいいんです。これがなかなか音楽中心に聞くのはいいのかもしれないんで、だからまあ音楽を、まあ、あらかじめその MP3 として入れておいて、まあ、ラジオはこれで聞くんだけども、まあ、ラジオの、放送が面白くない時には MP3 に切り替えるというので、まあ、それでいてなんか気になるラジオとかその局面があったら録音するというような使い方がいいでしょうね。まあ、MP3 ですからそんな容量も取らないんで、まあ、32GB でなくてもね、8GB とか4GB とか、まあ、もう余ってるやつ入れといたらいいと思うんですけど、はい。で、アンテナはこういう形で伸びます。でこれが、まあ、内容のセットですね。ラジオと USB ケーブルと、ストラップとブラケット、まあブラケットというのは後ろに刺すやつでしょう。英語マニュアルに電池ということで、はい。これはアリエキスプレス発送なのかな、なんかそういう感じがしますけど、あの日本のアマゾンもそのアマゾンの下にある、棚子ですね、店の子と書いて棚子ですかね、まあその出店者が販売して出店者が発送するというのもありますけど、出店者が販売するんだけどアマゾンが発送しますというやつありますよね。アリエキスプレスもそういうのがあって、ここなんです。これハンドルドバイアリエキスプレスということで、ここにレテケスオフィシャルストアですから公式みたいですね。だからこのレテケスオフィシャルストアが販売するんだけどアリエキスプレスが発送するというようなことで、ここですね、発送の日付、ここ13から20日というのは若干短めになってる感じがしますね。棚子発送だったらマックスで60日ぐらいなので、まあ60日超えたら返金してくれるみたいですけど、本当に60日前後でつくようなこともまああるんですよ。それに対してこれはまあアリエキスプレスが発送するということで、まあ、2週間から3週間ぐらいってことかな、13から20ということで、まあ1ヶ月もかかりませんよというので、なかなかそういう面でもいいんじゃないかなと思います。はい。残りあと2日とありますが、1日と何時間だと思います。リンクは貼っておきますので、そこをクリックするとこのページへ直接飛べます。まあ、他にもこれ同じような扱ってるところがあるんですけど、フラッシュディールになってるのはここだけですね。あとオフィシャルストアであるというのと、まあ、値段がね1667円で、そんなに高くないので、まあおもちゃ的にね、まあ、暇つぶしといってあれですけど、買ってみるのもいいんじゃないかなと思います。まあ私はね、こっちの方、オーディオマックスの方をちょっと持ってるんで、まあ追加でこれを買ったところで、まああんまり意味がないかなと。色はねこっちの方がいいんですけどね、黒で。だからまあこのモデルで FM もまあロシアあたりから、まあ、日本も含めて対応してくれたらね、
何も問題はないんですけど、なんでそういうこう分け方をするかなという気は、まあ昔からしてるんですけど、はい、ということでね、今回はこのアリエキスプレス内のレテキスオフィシャルストアで、フラッシュ取引ですね。あ、そうそう、フラッシュ取引の行き方ですけど、そんな難しくないです。これアリエキスプレスのトップページです。はい。で、こうちょっとこう下に行くと、こうですね、フラッシュディールズあります。アプリでも、トップページにあるはずです。で、フラッシュディールズでいくつか並んでるんですけど、ここですね、ビューモア。さらに見るというのでクリックすると、このフラッシュディールズに入ってる商品、いろんな商品が入ってるんですよ。まあここ見るとまあ服もあれば、まあラジオもあれば、まあこういう人形みたいのもあればというのでいろいろあるんですけど、このフラッシュディールズは常に行われてます。常に行われてますが、その中に入ってる商品がまあ常に変わっていくと。いうことなので、まあそういう中で見てて、今回はこのレテキスのラジオがポッと入ってたよというタイミングですね。はい。ということで、このフラッシュディールズ、レテキスの V の115、まあ録音できるというのが最大の、このラジオの特徴だと思いますけど、それがフラッシュディールズで、あと1日と何時間、1667円で公式で販売されているとレテキスオフィシャルストアですね、というお話でした。